霊夢対応方法に国連総長クロ、韓国のテイ大教、国連総長に合意撤回の協力要請。岸田対安婦合意撤回へ協力要請イコール支援団体が国連総長に書簡。慰安婦問題をめぐる日韓合意に強く反発している支援団体、韓国低身体問題対策協議会、低体協は7日、国連のハン・キムン事務総長らに対して合意の撤回に向けた協力を求める書簡を送ったことを明らかにした。国際機関に働きかける運動に本格的に乗り出した。低体協は書簡の中で、日韓合意では日本の国家的犯罪が認定されておらず、被害者たちは失望していると強調し、問題解決とみなすことはできないと主張した。ハン事務総長は合意を歓迎し、朴槿恵大統領の決断を高く評価しており、対応に苦慮しそうだ。民の声へ続く。Thank you.